ジャルデスカイうどんですかいうどんですかいは日本航空と日清食品が共同開発したカップうどん。機内でカップ麺を食べたいという日本人乗客からのリクエストを多数受けていた日本航空の客室サービス企画部が日清食品と共同で開発し、1992年6月1日より同社の長距離路線のエグゼクティブクラスで提供を開始した。 世界初の機内専用のカップ麺として話題を呼び2011年時点では同社のプレミアムエコノミークラスで提供されているほかファーストクラスビジネスクラスでも希望すれば提供されるまた一部のサ桜ラウンジでも提供されているなお当初は機内での提供のみであったが後に日本航空の関連会社ジャルックスが運営する空港売店や通信販売のほか 同社の一部営業所でも取り扱うようになった。また大倉日光ホテルマネジメントが運営するホテルの部屋にも軽食用として提供されている。関西風の昆布だしに100%大豆の油揚げと調理後10分まで伸びないうどんが入っている。通常のカップ麺と同様に熱湯を注いで3分で食べることができるが、提供時に摂取85度程度の熱湯になる。 旅客機内環境で調理、提供されることから、通常のカップ麺より低い温度の湯でも、麺が戻るように工夫が凝らされている。低い温度の湯でも、調理可能なことから、標高2000メートルクラスの山への登山を趣味とする、ものが、登山時の食料として傾向することがある。1996年12月1日からは、蕎麦のそばですかい、2001年4月1日からは、 ラーメンのラーメンデスカイも提供されており、これらもジャルックスによる通信販売や同社の一部営業所でも取り扱っている。デスカイのネーミングはこれらのインスタント麺以外にも一般向けに販売される機内食用のレトルト食品やミネラルウォーターにも付けられた。ラーメンデスカイ。ありがとうございます。